皆さん、こんにちは。ウェディング YouTuber のキーとまゆです。今回のテーマは、すべての花嫁様、必見です。はい、皆さんが気になるお見積もりの話です、はい、なんで初期見積もりから200万も上がるのかということをプロが徹底解説します。はい、はいはい、1つ目はアイテムをカットするです。カットする、カットするっていうとなくなっちゃうってイメージがあるかもしれないんですが、うん、そうではなくて、もちろん結婚式はお金をかけたらかけた演出ができますが、うん、でも結局やっぱりゲストが一番喜ぶのってお二人と一緒に会話したり写真をいっぱい撮れる、そういった時間がすごくこう演出に組み込まれていると盛り上がります、うん、なので例えばこうラウンドフォトだったりとか何かこう回った時にこういう演出ができるとそこはお金がかからないので、確かに、うん、そういった演出に変えたりするのが良かったりします。なるほど、うん、お金じゃなくてアイディアで勝負しようってことですね。そうです。2つ目はアイテムのグレードを見直す。これに関してはまたちょっとこう車に例えると車がこう納車されてきましたと、フルスペックでいろいろついている、こうスピーカーも一番いいやつだったりとか、まあ、もちろんナビも最新で、うん、でも車例えと見ながら詳しくないんですけどまあこういうフルスペック、例えばシートはレザーになっててなんていうのが、じゃあ本当に必要ですかっていうのを、まあ、結婚式に置き換えるとすると、うん、通ってほしいんですね。全て100にする必要があるのかって。そうですね。で、そういった場合もやっぱりグレードって人は見るといいものの方がいいってそれは思いますが、でもじゃあ2人のやりたいことに、例えばですけど極端な100曲選べるプランと50曲選べるプランで、100あったらそりゃいいけど結果使った曲これしかないのにって、こととかもあると思うので、ぜひグレードをしっかり見直すっていうことに時間をかけてください。3つ目は持ち込みできるものは持ち込みをする。いたこともちろんあるかもしれないんですが、持ち込みをもうじゃあ全部手作りしようってなってしまうとすごく時間もかかったり、花嫁DIY だらけってことですね。そう結構あれ労力いるしね、いるし期間が限られてるので難しい、難しいと思います。なのでまずその前に自分たちが持ち込もうかなって思ってるアイテムと、じゃあそこをもし結婚式場で用意したらいくらになるのかっていう金額比較をしっかり行うということ、あとはどこまで持ち込めるのかを事前に全部確認をするということがすごく大切です。場合によっては自分たちで手作りする方が割高になってしまうっていうこともあります。なのでここでぜひ確認をしてください。はい、いかがでしたでしょうか。今日はなんで初期見積もりから200万円も上がるのかの原因とその対策についてお話ししてきました、はい、何も知らないで200万がグッと上がるっていうのと、うんうん、なんでそんな上がるのかなっていう不信感になっちゃうことも多いと思うんですけど、うんうん、その理由を知っているかつ、うん、なんかどうやったら大幅な差が出ないのか自分でもコントロールできる部分だっていうのを知ったので、皆さんもこれを見て現実的な見積もりを最初から作ってもらうことを意識できたらいいと思いました。はい、はい、花チャンネルは結婚式にまつわる情報をたくさん配信しておりますので、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバーイ。